マギットチャンネル。皆さん、おはこんばんちは。今回は小技を一つ紹介するよ。どんな小技ですか？小技シリーズ第1弾はスライディングだよ。これはエーペックスやってるほとんどの人が知ってる小技だから、始めたばかりの人向けだね。第1回として敗因じゃないですか。それでは早速やっていきましょう。じゃあ、それじゃ早速なんだけど、スライディングジャンプはその名前の通りスライディングしてジャンプすることだよ。何のためにやるの？移動速度アップのためだよ。エーペックスって打ち合いのゲームだと思うんだけど、実は移動している時間の方が圧倒的に多いんだ。マジですか？でも確かにエーペックスのマップってめっちゃ広いですもんね。しかもリング収縮で最終アンチまで移動しようと思ったら、移動距離はそれなりに長いですね。そうなんだよ。だから少しでも移動速度は速い方がいいんだ。ということでスライディングジャンプをやってるのさ。で、まずはじめに理解してほしいのが、なぜスライディングとジャンプなのかというところです。どういうこと？普通に走るよりもスライディングの方が少し速く進むんだ。ただスライディングをしたままだと速度が徐々に落ちてしゃがみ状態になっちゃうんだ。実際にやってみるね。なんとなくイメージつかめたかな？で、このスライディングの遅くなる部分を解除するためにジャンプを入れるんだ。さらにスライディングしてジャンプするとジャンプ中もそのままの速度だから移動速度を保てるんだ。なるほどです。スライディング中の減速をなくし、ジャンプすることで最高速度のまま移動するってことですね。そういうことだね。ほんで、やり方は簡単。4歩走る、しゃがむ、減速する前にジャンプを繰り返すんだ。ちなみにスライディングは4歩以上走った後にしゃがむとスライディングになるんだ。4歩未満でしゃがみを入れたらどうなるの？普通にしゃがんじゃから遅くなっちゃう。だからテンポよく4歩走る、しゃがむ、ジャンプを繰り返そう。それじゃ、どれくらい違いがあるか比較してみよう。左がただ走るだけ、右がスライディングジャンプありですね。スタート。結果はスライディングジャンプの方が1秒ほど速かったね。さすがですね。あんまり大きな数字には見れないかもしれないけど、戦場での1秒は大きな数字なので、しっかりとスライディングジャンプを使って移動しようね。あと、遅くなんだけど、上り坂ではスライディングしても移動速度が上がらないから普通に走った方がいいよ。あと、下り坂だとスライディングしても減速しないから、そのままスライディングを続けた方が速い場合もあるよ。実践でいろいろ試してみてね。平坦な場所ではスライディングジャンプは必須ってことですね。ということでスライディングジャンプの紹介でした。もし知らなかったって人にはぜひ実践してほしいです。基本的なことかもだけど、しっかり理解して実践していきたいですね。慣れてきたら無意識にできるようになるので、どんどんやっていきましょう。ということで今回はこの辺りでおしまいです。この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録もお願いします。他に動画にしてほしい小技やテクニックがあったらコメント欄で教えてね。それではまた次の動画で。バイバイ。